国民プロデューサーの皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。松本明、27歳最年長でございます。僕はですね、今回101に発表されまして、まあ一人辞退者が出ましたけれども、100人ずらーっと並んだ時はですね、本当来たっていう感情と、あと100人ライバルにはなるんですけど、このね、100人でシーズン2盛り上げていくんだぞっていうライバルではありながらの仲間意識というものも出てきたりだとか、本当になんかそのデビューに向かって、夢に向かって頑張る100人なので、なんかドキドキ感とか緊張感とかがひしひしと湧いている状態なんですけれども、本当にね、一人ずつ名前とかを一致させようとしたんですけど、結構なかなかやっぱ難しくて、これがなんか国民プロデューサーの皆さん本当大変だなと思いました。ちゃんと寝てくださいね。これの動画もですね、100人分出るということで、100人全員見てくださる方もいらっしゃると思いますし、本当になんか本当にお時間をね、費やして見てくれてるんだなって思うと、本当にありがとうございますっていう感情なんですけれども、本当にですね、僕も未熟者なので、まだまだ成長できる部分は成長していきたいなと思いますし、成長ってやっぱ自分で決めるものじゃなくて、人に認めてもらうのが成長だと思うので、本当に国民プロデューサーの皆様に認めてもらえるような、練習をですね、僕自身もしていきたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。